就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。東北、上越、北陸新幹線は、23日午前、停電により、運転見合わせとなった。架線設備と、パンタグラフの損傷が確認され、JR 東日本は、一部区間の運転を終日中止、作業員の関連事故も発生し、JR 東と警察が状況調査中である。東北新幹線は、東京、仙台間、上越新幹線は、東京、高崎間、北陸新幹線は、東京、高崎間で運休し、異例の長時間運休となった。JR 東は、24日の運行は、始発から通常通りを計画しているが、一部運休の可能性もある。架線トラブルは、埼玉市の埼京線北与野駅付近で発生。北陸新幹線輝き504号が、走行中に架線とパンタグラフが接触し、異常が生じた。複数の損傷や、輝き504号のパンタグラフの損傷も確認された。この事故で、乗客359人が線路に降ろされ、地上へ誘導された。幸い乗客の怪我はなかったが、復旧作業中の関連事故で、協力会社の作業員1人が、全身やけどで重傷を負い、もう1人もやけどを負った。岸田文雄首相は23日、非常災害対策本部会議で、能登半島地震の被災地支援策を25日にまとめると発表した。このパッケージには、被災者の生活支援や、産業再建、インフラ復旧などの施策が含まれる。中小企業向けには、施設や設備の復旧に補助金を提供し、1件あたり最大15億円を支給する計画である。観光面では、新潟県を含む北陸地方への旅行者に割引を適用。旅行費用の一部を補助し、特に被害の大きかった能登地方には、さらなる需要喚起策を検討中である。住宅被害を受けた世帯に対しては、被災者生活再建支援金として最大300万円を迅速に支給し、全壊及び半壊した家屋の解体を無償で可能にする。資金面では2023年度予算の一般予備費から1000億円を超える追加支出を月内に閣議決定する予定だ。首相は自民党の渡海喜三郎政調会長らとの面会で復興に関する提言を受け、今後の対策に反映させる方針である。このようにして政府は被災地の迅速な復興と住民の生活再建を目指している。サッカーのアジアカップにおいて、日本代表は24日午後2時30分日本時間8時30分にインドネシアとの1次リーグ D 組最終戦に臨む。この試合で勝つか引き分ければ2位で16強入りし、負けた場合でも他の組の結果次第で16強進出の可能性が残る。しかし連敗することは避けなければならず、勝利への必要性が高まっている。左足首痛のミッドフィルダー三笘薫、ブライトンは23日の全体練習に参加せず、出場の可能性が低い。ミッドフィルダー旗手レオ、セルティックやサイドバックマイクマセイヤ、セレッソ大阪などこれまで出場時間の少ない選手たちが起用される見込みである。これは主力の休養ではなく、主力を代替する選手の能力を試す機会となるだろう。21日の練習前ミーティングでは、選手同士が意見を交換し、改善点を確認した。戦術的な課題に加えて、センターバック、町田浩樹三次郎アーズは、イラク戦での問題点を指摘している。特に、1対1の局面での攻守の優位が重要であるとされている。主将のミッドフィルダー、遠藤航、リバプールは、初心に帰る機会があったのは、ポジティブと語っている。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、待ってます。今日も元気に、いってらっしゃい。